デハビランドモスキート、DH-98 モスキート、デハビランド DH-98 マスキートは、第二次世界大戦中、主にイギリス空軍で運用された爆撃機。戦闘機としても申し分ないほどの高性能を示し、機体が木製であったことから、ザ・ウッドン・ワンダー、木造機の奇跡と呼ばれた。爆撃機型、戦闘機外に、夜間戦闘機型や、 偵察機型なども作られた。モスキートは、マーリンエンジンを両翼に一機ずつ搭載した、双発機であり、コックピットには操縦士と後方士が並んで座る、並列複雑機であった。エンジンや、プロペラなどを除けば、燃料タンクを含めて、ほとんどの部位に木材を使うという、変わった構造で、当時でさえ、時代遅れだと考える向きもあったが、生産にあたって家具など木工分野の工場も、 動員できる上、表面を平滑にできるため空気抵抗では、金属性よりも優れる、といった複次的なメリットもあった。木製ゆえレーダーに察知されにくいため、最初期のステルス機とも言える存在である。三つの異なる種類の試作機が製作され、爆撃機の試作である W4050 は1940年11月25日に、初飛行を行い、それに続いて、 1941年5月15日に夜間戦闘機型、同年6月10日に写真偵察機型が初飛行を行った。その他にも戦術爆撃機、戦闘機、パスファインダー、昼間及び夜間戦闘機、攻撃機、写真偵察機など幅広い任務に投入された。1930年代からデハビランド社は DH-88 コメットや DH、 91、アルバトロスなどで合成木材を使った高速機の開発に実績があった。イギリス航空省、エアーミニストリーと新型爆撃機開発の指名を受けて契約したが、これまでデハビランドは長い間航空省と契約を結んでいなかった。航空機業界からの圧力と鉄とアルミニウムが不足している際、使用されていない 家具業界の資源とデハビランド社の技術力を利用した木製の航空機が有用であると構想の屋台骨は決まったが公式な方向性と釣り合わないと考えられた。設計主任にロナルド・ビショップを据え DH-91 アルバトロスをもとに3カ所の機関銃砲塔と機関銃要員6名でマーリンエンジン2機を搭載したがこの設計では平凡な性能しか発揮しなかった。 設計構想を何度かやり直し、エンジンを3機にする案もあったが、研究していくうちに全く別の方向性に気づいた。それは、必要のない重量が重むものをすべて取り除くことであった。機関銃砲塔を一つ一つ撤去していくうちに、性能は次第に改善されていき、防御掛けを必要としないほど高速ではないかと理解されるに至った。この結果、小型エンジン二機と、 乗員2名で機体の特徴が高速であること以外に何もない爆撃機が考え出された。それでも1000ポンド爆弾を搭載し 2500km の距離を時速 650km で飛行できる性能だと算出された。1938年の10月に航空省は木星で武装を持たない爆撃機に疑問を拭いきれずこの構想を却下した。 それと同時に、デハビランドに対して、既存の爆撃機製造を持ちかけたが、デハビランドは、この構想に不安な点はなく、自社で開発を続けることを決意した。ウィリフリット・フリーマン空軍大将の指示を得るに至って、1940年3月1日に、試作機の B1-40 を含む50機が発注された。設計と試作機の製造はすぐ開始されたが、ダンテルク撤退の後、 イギリス空軍で戦闘機の不足が緊急課題となっていたため、既存の航空機を生産するようキャンセルされてしまった。7月には作業を再開できるようになったが、航空省は先の50機のうち爆撃機20機と重戦闘機30機に変更した。これに加え、飛行に必要ないものを全て取り除いた専門の写真偵察機も試作する意を注文された。 試作機を製造している間、バトル・オブ・ブリテンの激戦下で工場の稼働率は75%に落ち込んでいたが、最初の発注からわずか10ヶ月後の1940年11月19日に昼間爆撃機型の試作機がロールアウトした。11月25日には初飛行を行った。爆撃機型は BMK-4 の基礎となり、 BMK-4 は2 2 7キログラム、5 0 0ポンド爆弾を胴体内爆弾層に4個搭載することができた。両翼のハードポイント、パイロンには、増装、燃料タンクか2 2 7キログラム爆弾のズレかを2つ搭載できた。BMK-4 は1942年5月に第105飛行隊へ引き渡された。高高度爆撃機は MK-9 であったが、 爆撃機として最も多数生産されたのは MK ザビであり約1200機が生産された。爆撃機型のモスキートは4000ポンド1 8 1 6ラム、爆弾を爆弾層に搭載できるようにまでなりブロックバスター爆撃機と呼ばれる。ただし500ポンド爆弾を6発格納できるアブロ製輸送機用の爆弾層で拡張する必要があった。モスキートは パスファインダーフォース、共同飛行隊に配備され、夜間戦略爆撃の目標に目印をつける役、パスファインダーを演じ、当初から損耗率は高かったが、他の航空機で同じ任務を実行した、際の損耗率と比べれば最も低く、モスキートは対戦終結まで投入された。 メッサーシミット目262が配備されるまで、モスキートの爆撃に対抗するドイツ空軍の試みは、成功しなかった。最初のの戦闘機型の試作機、MK2 は1941年5月15日に初飛行を行った。これをもとに戦闘機型が設計され、FMK2 として生産された。胴体下に、イスパの 20mm 機関砲4門と機種に、 ブローニング 7.7mm 機関銃4門を装備した爆撃機型と違って登場するドアの位置を胴体横に変更しフロントガラスも改装され防弾パネルが設けられている最初の夜間戦闘機型は NFMK2 であり1942年1月に第157飛行隊に ダグラスハボックの代替として投入されたのを皮切りに466機が生産された。これは、イスパーの 20mm 機関砲4門を機体化前方に加えてブローニング 7.7mm 機重4丁と AIMK 放棄上レーダーを機種に搭載していた。 これらの夜間戦闘機の成功とレーダーの存在を取得する必要から、猫目のジョン・カニンガムに関して彼と他のパイロットたちは人参を食べることで驚くほど鋭敏な夜間視力を得てるという風文があるされた。これはイギリス側がレーダー開発をドイツ側に取得する目的で偽りの情報を流したものである。97機の NFMK2 は機動レーダーが AIMK8 に更新され、NFMK12 となった。これと、同性能の NFMK13270 機が生産されたが、これらは、夜間戦闘時に発射円が視力を奪ってしまうという、リューラ機種の基準を撤去した。これとは別の夜間戦闘機型が、MKXV、MK17、MK2 MK からの更新型、m k 1 MK30 である。後期の3種は、アメリカ製の AIMKX 機上レーダーを装備した。戦後、夜間戦闘機型は、マーリン113、114エンジン装備の NFMK36 と、イギリス製 AIMK9 機上レーダーを装備した NFMK38 の2種が作られた。一方、モスキート夜間戦闘機の機上レーダーに捕捉されている。 ことをドイツの夜間戦闘機上院に警告するために、ドイツは、ナキサス ZR レーダー探知機を導入した。イギリス空軍だけでなく、アメリカ陸軍航空隊、オーストラリア空軍、カナダ空軍、ニュージーランド空軍、イスラエル空軍、さらに、ベルギー、ビルマ、中華民国、チェコスロバキア、フランス、ノルウェー、南アフリカ、ソビエト連邦、スウェーデン、トルコ、 ユーゴスラビア、ドミニカでも運用された。なお、戦後になって、アルゼンチンでは本機に空冷エンジンを積んだカルチーンを開発している。最初の写真偵察機型の試作機は1941年6月10日に初飛行を行った。写真偵察機型は PRMK-i モスキートの原型になり、1941年9月20日に PRMK-i が モスキートで初の任務に使用された。BMK4 を写真偵察機に改造され、32機が PRMK4 として運用されたが、PRMK8 をはじめ、最初から写真偵察機として製造されている。目262の実用化で、モスキートの高速優位性は崩れてしまったが、主翼を延長、下級機を装備することで、高高度を高速で飛行できる。 PR-MK32 が開発された。高度12,800メートルで巡航できる PR-MK32 は、溶撃を回避できていたが、1944年12月にドイツの高高度戦闘機によって撃墜されてしまった。戦闘爆撃機型の FBMK6 は、モスキートの派生型で最多の2,718機が量産された。 MK2 をもとに戦闘爆撃機型として設計され、1943年2月に初飛行を行った。爆弾層には250ポンド、110キログラム爆弾、あるいは500ポンド、230キログラム爆弾の、いずれかを2発、主翼下には1発ずつ搭載できた。1944年の前期には、イギリス空軍の沿岸軍団向けで、対艦攻撃用に3ンチ60ポンド、 2 7ラム、ロケット弾を8発搭載できるようにもなった。FBMK ザバイブは大口径砲を搭載し、せェせェ,ェ,ェというあだ名がある。陸軍の6ポンド砲をセミオートマチック、あるいはフルオートマチックで射撃できるように改造した、モリンズ57メートル6ポンド M クラス対戦車砲と7.7ミリメートル機関銃2門を搭載した。航空省は、 このような航空機が有効利用できるわけがないと考えていたが、実際に配備してみると、これまでのロケット弾を上回る対艦航力を発揮した。問題は6ポンド砲の狙いをつけている艦低速で飛行しなければならなかったので、逆に艦船の対空火器に狙われやすかった。これは、ロケット弾装備型の両機が先行攻撃して抵抗力をあらかじめ弱める、あるいは機種部に、 防弾装甲を装着することで対処できた。しかし、モリンズ砲に戦闘機同時の重力加速度や飛行中の陽動、振動による装填不良、作動不良が多発し、また六ポンド砲は艦船に対して威力不足で目立った戦果を上げられなかったため、生産配備は少数にとどめられている。1943年より英国海外航空、BOAC は、 スコットランドのとスウェーデンのストックホルムを結ぶ路線に FBMK6 を改造した機体を投入した。この火客型は爆弾層部分に改造を施し、1名の乗客と貨物を搭載できるようにしたものであった。火客型もスキートによる便は乗客だけでなく、ルーカーズからストックホルムへの往路では、新聞や雑誌などのハンドイツ宣伝物を運び、ストックホルムから ルーカーズへの袋では、スウェーデン製、ボールベアリングを運んだ。1943年2月から、登録記号 G ・ギークと G ・ギーフの2機が就航したが、G ・ギーフ機は1943年4月24日にスコットランドで墜落して失われた。他に、登録記号 G やグーフフの機体も存在した。モスキートは、夜間系攻撃部隊 LNS 界。 ライトナイトストライキングホースの主力機として最も使用され、正確な照準と後方で夜間高速爆撃を行った。モスキートの任務は大きく二つに分けられ、一つは重要度が高いものの規模が小さく破壊が難しい施設を爆撃した。もう一つは味方の銃爆撃機の空襲を援護するため、チャフを散布して大規模空襲を装った。また、 重爆撃機部隊による空襲が予定されていない場合でもドイツ軍の防空部隊に休みを与えないよう夜間系攻撃部隊が襲撃することもあった。モスキートが投入された最も大胆な作戦はジェリコー作戦オペレーションジェリコでありフランスのアミアン刑務所の壁と警備員の宿舎を爆撃しレジスタンスのメンバーの脱出を助けた。ノルウェーのベルゲンにあった ゲシタッポの司令部空襲では、抵抗度からの非常に精密な爆撃を必要としたが、囚人を解放して、記録資料を焼き払った。モスキートは、パスファインダーとしても多くの爆撃作戦に参加した。それは、変態爆撃で精密ではない広範囲な爆撃を、行う銃爆撃機のために非常に正確な位置に、照明弾で目標を知らせることであった。 爆撃機軍団に所属するモスキートは28000以上の作戦に参加し、投下した爆弾の総トン数は35000トンで、これらの過程で失われたモスキートは193機であった。しかし、この損耗率は0.7%に過ぎず、10爆撃機の方でも2.2%である。モスキートは優れた。 搭載量と巡航速度による恩恵で効率的な作戦行動ができた。例えば、同じ爆撃機軍団のショートスターリングと一緒に4000ポンド爆弾を搭載してドイツ空襲に向かった場、スターリングが行って帰ってくるまでに、モスキートは爆撃を終えて基地に戻って補給し、さらに2度目の爆撃を終えさせ、スターリングが着陸体制に入る頃には、すでに基地に着陸していた。 インド及びビルマ方面に投入されたモスキートは、第二本帝国陸軍機のみならず、高温多湿の気候が最大の敵となった。一部の機体を組み上げるのに使用した風陰形、接着剤が劣化、ひび割れて、機体外反が剥離して、墜落事故を起こす、というものである。1944年11月に前期を飛行停止にして調査した結果、 使用する接着剤の種類に関係なく使用量が少なすぎる欠陥器も発見されそれらは直ちに廃棄処分されたまた明細塗装を止め太陽光を反射する銀色塗装に変更されたことで主翼内の温度を15度下げることに成功しているもっともこれにより低空飛行時の被発見率は高まってしまった第二次世界大戦後に 国境内戦が勃発した中華民国では、劣勢の国民党軍が安価な対地攻撃機を大量に必要としており、1948年にカナダ製モスキート180機が導入されることになった。中国語で貸し機器や貸し機ドロろき作機と呼ばれたモスキートの能力は戦時中から知られており期待されたが、期待寿命の短い木星機の中古であり、しかも、 船積みで輸送中に海水や高温で機体やエジンにダメージを受け、この段階で28機が使用不能となった。また、一定以上の操縦技量も必要で、機体の不調や事故により実戦投入前に50機以上が失われてしまった。その後実戦投入されたものの、移動の多くを夜間に行うゲリラ的な共産党軍に対してはあまり活躍できず、 最終的に少数が台湾に撤収し、残された機は廃棄された。イスラエルは1948年の第一次中東、戦争、イスラエルにとっての独立戦争で、イギリスから盗み出した1機のモスキート PR、MK、ザビを第103飛行隊に配備し、同じく、イギリスから盗んだ4機のブリストルボーハイターと共に、戦闘爆撃機として運用した。 独立後、イスラエルは、総計約50機のモスキートを導入し、1951年7月に第109飛行隊、1953年には第110飛行隊を編成し、発掘力軍基地での集中運用を行った。導入された、モスキートの多くは戦闘爆撃機型の FBMK-6 で、少数の写真偵察型 p r m k z a i および練習機型 TMK-3 も含まれていた。1955年にはイギリス海軍から退役した14機の大撃機型 TRMK-33 が第110飛行隊に追加配備された。PR-16 及び写真偵察型に改造された N 海30は第115飛行隊でも運用された。これらのモスキートは1956年の第二次。 中東戦争に投入された後、1957年にイスラエル空軍から退役した。日本のタミヤ・ハセガは、イギリスのエアフィックスマッチボックス、アメリカのモノグラムレベル等から主要タイプのキットが各スケールで発売されている。これらのキットは、対戦中に活躍した主要タイプである FBMK6 や B、KMK2 といった方が多く、 下級機付きマーリンエンジンを搭載したモスキートを再現しているのは1、48スケールではエアフィックス製の NFMK、30、BMK、ザビ、PRMK、ザビ、1、72スケールではマッチボックス製の NFMK、30といった限られたキットのみである。2015年には香港の HK モデルから BMK、2、 日本のタミヤからは FBMK6 の完全新金型の1、32スケールキットが相次いで発売された。またエアフィックスからは2010年に1、24スケールで FBMK6 の新金型キットが発売されており、2015年にはリニューアル版が発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。